方ヶ原に妖魔の大軍を相手にして一人暴れ回る武将がいるらしい。とにかく暴れたいという福島正則のため蓮氏が提供したその情報は余毛にとっても興味深いものだった。それが余毛に一人の男を思い浮かばせたのである。喧嘩っ早いが頼りになる。無事ならば何としても連れ帰り仲間にしたい男だった。余毛は福島正則とそのお目付け役加藤清正と共に三方ヶ原に向かった。妖魔を相手に暴れ回る将か。俺にはあいつの姿しか思い浮かばん。そいつは頼りになるやつなのか。うん、腕と心意気は保証する。だがいささか。さあ妖魔どもは俺がぶっ飛ばす。あんな感じなのだ。要するにバカなんだな。戦えて嬉しいぞ。この自由のすべて前に託そう。北の方が騒がしいようだ。普段の武将がいるのはそちらのようだな。忘れすれ。なぜだ。正則を見ていると丹念を思い出す。暴れやがって。人数を集めてこい。出よう。攻めよ。これが来たる者の戦いぞ。やつだ。おめえ囲んで囲んでくれ。バカにかまってられるか。こいつらは俺が片付ける。おい、てめえ立ち上がれ。こらこいつらを片付けんのは俺だ。なんだてめえ。人の獲物横取りしてんじゃねえ。なんだと。こらお前のもんだって誰が決めたんだよ。それが出よう。執着至極に存ずる。てめえ、これが出る。これが出よう。攻撃しがてろ。カンネ、こんなところで何をしている。おおっさんか。見りゃ分かんだろ。これが喧嘩だよ喧嘩。やれやれ。てめえ、これが来たる者の戦いぞ。目の覚める戦ぶり、見事。お前がこの辺りを騒がせているやつか。なんだお前は。喧嘩売りに来たのか。どこをどう取ったらそうなるの。こいつバカだ。いたか。俺が俺の実力だ。来たる者もまだだ。まだ敵がたっぷりいるぜ。
厄介な奴が増えただと？目を急がせろ！ふざけんな！戦の最中にあいつら守備態勢を取れ！出発する！ことになってんな。これが出よう。へえ、敵の親玉が出やがった。ちょうどいい。あれが的だ。あいつを先に倒した方の勝ち。これで文句ねえだろ。どこを起こすな。受けてた。バカだ。想像したは倍以上だ。俺は少々頭痛がしてきた。執着至極に存ずる。発目せよ。よ、使命こそ
真の三国武装よ。やっぱすげえな、おっさん。俺が出よう。あんたと一緒だと暴れがいがあるぜ。てめえ、お前らか。生きのいい人間ってのは。俺が出よう。俺が出る。俺と遊んでくれよ。発目せよ。遊んでる暇はねえんだよ。お前を倒して俺がか。てめえ、俺が来たる者の戦いぞ。俺が出る。執着至極に存ずる。避けるな、避けるな。待て、よかったぜ。じゃあな。決勝、締めてやったぜ。さあ、これぞ喧嘩奉行の名さばき。ま、いい勝負だったんじゃねえのか。俺は負けたつもりはねえけどな。の、俺だって負けてねえし。おお、上等だ。なら次の戦で勝負つけるぜ。さあ、何度でも受けて立つ。あいつら本当に連れて帰るのか。いっそここに置いていった方が。いや待て、それではきっとご近所の迷惑になる。連れ帰ってしっかり監督するのが俺たちの義務だ。お互い苦労するな。